ちのこさん、おはようです。おはよう、チロちゃん。ゆっくり眠れた？うん、眠れたかも。起きてすぐに。でもカービィが難しくてさ、癒してもらいに来たよ。今日はニャンダフルな日になりそうよ。毎日がニャンダフルだぜ。土の子さん、また会いに来てくれたですね。おお、いや今会いに来たけど。楽しいあげこようなのよ。本当？チョベリグーです。いえいえ、こちらこそチョベリグー。一緒にいられたらいいな。そうだね、ちょっとでも長く一緒にいたい。わかった。遊ぶからね、今から。さあ、今日から12月に変わってるよね。早いね。あと12分の1しか残ってない。この間ね、知り合いからカイロっていうあったかい袋をもらった。ああ、いいね。春カイロとかあるもんね。持ってるだけで暖かくなる魔法の袋ですか。腰とかお腹とかに春カイロつけたら気持ちいいよね。マーブルはね、カイロには小さなお日様が入ってると思うよ。なんか粉みたいな入ってるよ。なるほど、なるほど。小さなお日様のおかげであったかいです。いいね、発想が。小さなお日様、ちょっと違うかも。でも小さなお日様のおかげだよ。やっぱり夢は壊したくないよね。あったかいもんね。うん、ラフフ、小さなお日様ってかわいい。かわいい、発想がかわいいね。とってもあったかかったよ。うん、でもでも土の子さんのそばも人間カイロ。いです。僕は人間カイロな、ニャノだ。カイロみたい。みんなあったかいですか？僕どうだろう。手があったかいような気がするんだけどな。よし、じゃあちょっと12月の衣装買ってみるか。お金あったかな？来た。あ、ほんとだ。300で買えるようになってる。サンタクロース？サンタクロースとボトムス。今トップスはなかったね。あれ？ないぞ。12月衣装は靴と帽子だけかな。 70% オフになってる。ただだったら、あの 100% オフだったら 100% オフになる。おー、全身があるんだ。すげー、サンタスーツ。ちょっと着てみよう。で、あと靴があるのか。どうだ。え？え、まさか土の子フレンズあんの？嘘！え、期間限定衣装で土の子フレンズあんの？ちょっとびっくり。期間限定はないかと思ってた。まさかの。ということは12種類あるな。ご機嫌クリスマス。ちょっと早いけどね。土の子だよ。ご機嫌クリスマス。ご機嫌クリスマスってすげえ挨拶だな。土の子フレンズの。うん。お時間です。土の子フレンズだぜ。まさかの期間限定衣装で土の子フレンズがある。てっぺんの星、あの一番上の星を飾るとき、うんうん、心の中で願い事を。ええー、本当？叶うらしいですよ。それ聞いたことなかったな。でも一人だけじゃ。一人だよ。だから願い事ができるのも一人。へえ。チロちゃんこっち見てる。それが大問題なんです。うん、二人だったら喧嘩しそう。それでね、マーブル思ったのよ。うん、ほら、夏に竹に願い事書くお祭りあったでしょ。あるね、七夕。七夕です。うん、そう、それ七夕と同じでツリーに願い事をあげればいいよ。ツリーに願い事か。それはナイスアイデア。ナイスアイデアかな。楽にすればいっぱい願い事書ける。短冊ってでもその短冊がいいアクセントになってるけど、クリスマスってもうもみの木が綺麗だからな。ではでは、楽しいクリスマスを。今日はこの辺で。ハッピーメリークリスマスです。いや、メリークリスマスまであと24日あるわ。あ、違った、25日あるのか。いや、24日でいいのか。もうちょっと数えるのができなくなってきてる。これ5日に、25日にやればよかったね。さて、チャンネル登録はどうなったかな。早めのクリスマスで2000人増えてますね。まさかの土の子フレンズがあったな。さて、
今日は線いってた。なんかずれてても、線が真ん中に入ってたら OK みたいな。ちょっと緩めだったみたいだね。それで魚とかゲットできなかったか。まさかの線いけた。よし、今日はこれだ。チキンライス。969。線目指すぜ。ほら。上手です。僕も毎日自炊してるよ。ほら。本当の土の子フレンズで早く料理動画やりたいんだけどな。ちょ、掃除が全然できてない。頑張ります。赤い線、よし、ちょっと余裕あるっていうことが分かったんで、早く早く、よし、これは入ってるよね。熱くないかな。よし、これも入ったでしょ。美味しくなーれです。うん、これ入ったんじゃないのね。え、どう、お線いった。昨日よりずれてないと思うんだけど、絶対に。いけ。頼む。線。何これ。おい。おい。昨日の方が絶対ずれてたでしょ。なんで？どこ11点、違った？がっくり。早く、ちょうだい。さあ、どうかな？猫舌発動するかな？いただきまーす。あ、あ、あ、おいしい。あちあちなかったね。あちあち好きだって言ってくれる人がいて、ちょっと嬉しかった。ハフハフなかったわ。あちあちあったらやろうかと思ったんだけど。おいしいの方だった。よし。熊猫友探偵団に調べてほしいってお話が来たよ。お、なんだろう。もう、お仕事来るなんてすごいです。事件の匂いだぜ。友達、探偵の天才なのかも。そうかな。それで誰からのお話です。誰だ、犬か、マーブルから。なんだよ。自家発電じゃねえか。マッチポンプ。調べたいことあるの。うん、ちょっと気になることがあるんだ。そうですか。どんなことだろうね。 YouTube に伝わる伝説が本当。 YouTube の都市伝説か。それは興味あるぜ。伝説って何。いろいろあるみたいだけど、うん、マーブルが気になるのはね、YouTube 神社の近くにある YouTube 池に、 YouTube 池、すごい大きな池の主が住んでるって話。なるほど。池の主が、 YouTube の主ってことか。調べてほしいな。了解だ。調べられるかな。ちょっと怖い。ちょっと怖い。チロルもそう思ってたです。ちょっと怖いです。怖い。マーブルがいるから大丈夫。じゃあ一人で行ってよ。急に突き放す。熊友今疎外感受けてた。怖いなくすればきっと大丈夫。いいね。ちょっと抜けてるぐらいがちょうどいいかも。大丈夫かもですね。そうだね。探偵団最初のお仕事なの。頑張ろう、熊とも。一緒に。YouTube 池の主の正体を。YouTube の主の正体を調べるんだ。YouTube 見まくらなきゃ。よし、今日のミッションもクリアしました。羽10個。ここでね、大人キュート。大人か。なんか。大人っぽくは見えない。ちょっとおばさんっぽいかな、マーブルが。変えてみよう。準備ばっちり。うん、準備ばっちり。それじゃあ放送を始めるです。始めよう。皆様、ごきげんよう。ごきげんよう。マーブルだよ。マーブルごきげんようです。チロちゃん。土の子フレンズのお時間です。1日2回土の子フレンズだ。今日はアフタヌーンティーにお呼ばれでございます。アフタヌーンティーか。なんかセレブの時もこんなんやってなかった。おしゃれにお茶をお飲み遊び。全部をつければいいってもんじゃねえぞ。
もお上品になさってくださいませ。なんか上品にしようとしてすげえ無理してる感があるけど。身だしなみもとっても大事です。身だしなみ、僕もひげ剃らなきゃ。ちゃんと可愛いお洋服をお召しになられてきたです。土の子さんは大丈夫でいらっしゃること。やばい、僕毎日の変えてないジーパンとかだけど。土の子さんなら心配すること。だんだん言葉が崩壊してってるよ。大丈夫？可愛い格好をなさってござそうろう。ござそうろう。そうでござりな、この喋り方そろそろ猫舌噛みそうよ。なので今日はこの辺で次の配信をお楽しみにね。バイバイニャです。ではでは。バイバイなですことよです。です多すぎでしょ。です。どうだったかな。登録者減ってないだろうな。25,000人、3,000人増えた。カモネギ背負ってきたんだけど。さてじゃあ今日のエピソード見ていきましょう。聞いて欲しいことがあるです。どうした、何、いいよ。チロル、今までは暗くて狭い穴とか怖いね、中に全然入れなかったわかる。僕もちょっと狭いとこちょっと苦手だな。にゃんとキャトワルでは暗くて狭い穴にも入れたんです。すごいじゃん、苦手克服か。すごいね。なで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 してあげよう。あ、なでなで、本当に頑張ったね。胸すりすりベポラップ。キャチョベリグーです。止められちゃったです。ちょっとセクハラっぽいね。小さな穴に子猫ちゃんがハマっちゃってたです。うん、なるほど。その子猫を助けるためにチロルちゃん穴に入ったんだよね。そうか、助けるために入ったのか。やるなあ、チロちゃん。チロルは成長したです。本当に成長してるね。土の子さんが育ててくれたからちょっとだけど強くなれました。そっか。なふふ、でもね、僕は全く成長してない。話もあるのよ。ん、何マーブルちゃん、なんです？キャトワルではね、うん、マーブルとチロルちゃんお隣さんで寝てたの。へえ。それでね、ある夜ね、チロルちゃんったら、なんだろう、土の子さん、抱っこ、抱っこですって寝ぼけて抱きついて。かわいいやつめ。まだ弱虫さんかな。でもかわいいね。なはは、かわいいね。かわいいね。寝てる間のことは知らないです。でも、チロルちゃん、頑張ってたよ。暗い心、最初はやっぱり怖いって思ったです。うん、わかる。怖いで、でこの子、わーいって、わーいが反応してるのがちょっと楽しい。父の子さんのお顔が頭に浮かんできたんです。ほんと？ニコニコの父の子さんの笑顔、ちゃんとキャトワルまで届いてました。ありがとう。キャトワルまで届くっていうか、チロちゃんの心の中にいてくれたんだね。怖い、ちっちゃくなったです。そうか、強くなったね。父の子さんの力で大丈夫になれたんだね。うん、でも二人の力だよ、それも。やっぱり、なんだフル。めっちゃ持ち上げてくるやん。父の子さん、うん、チロルに勇気をくれて、チョベリグーです。そうか、ありがとう。なんかわかんないけど、ありがとう。久しぶりに何か工作でもしようかな。おお。久しぶりにってマーブルちゃん、キャトワルでもいろいろ作ってたんですよ。へー、何作ってたんだろう。ビクッ何ビクって。びっくり箱とか、びっくりじゃない箱とか。びっくりじゃない箱って普通の箱じゃん。ビクビク、いろいろ作って、他の猫さんにちょっかい出してた。何ちょっかいって、いたずらしてたの。いたずらっこめ。なはは、ほら、だって材料があれば作りたくなるじゃない。
大丈夫？って言っても可愛い名物だから大丈夫よ。自分で判断しちゃダメでしょ。周りが判断するもの可愛いイタズラって。本当にちょっとしたものだから。わかんないよ。めちゃくちゃ怖がってたかもしれないじゃん。おかげでお話できるようになった猫さんたちいっぱいでしたよ。そっか、それなら良かったかも。え、あ、ん？仲間に入れない猫さんたちを仲間に入れるために。うん。いたずらしてたんですよね。そっか。それはそのまあなんかそうなったっていうか。マーブルは別に。照れてる。照れてる照れてる。すごいね。こう言葉で誘導するんじゃなくて、そういうので。マーブルは輪に入れない子たちを入れてたんだね。いたずらが好きな猫が他にもいたって話じゃないかな。いたずらすると怒る猫もいたんだよ。まあそりゃいるだろうね。びっくりするし。怒った猫さんがマーブルちゃんを追いかけると、うん、最後は怒った顔がちょっと待って、全くイメージできないんだけど、なんでだ？あれ不思議だよね。なんでニコニコになってるんだ？怒ってるの？バテバテになるまでニャンニャン走ってると終わりの方は面白いになってきた。嘘、その感覚ちょっとわかんないな。バタってなりながらちゃんとサーセン W フヒヒって言ったよ。ほんと？そこのイメージはめっちゃできるけど。サーセン W フヒヒを広めてくれて。それ広めちゃったか。サーセン W フヒヒは、うん、土の子さんが教えてくれた大事な大事な仲直りできる人とできない人いるよね。キャトワルにふざけてんのかって言って怒る人もいるかも。たくさんの言葉キャトワルに持っていけたの土の子さんのおかげよ。うん、そっか。土の子さん本当にチョベリグーサーセンフヒヒを広めちゃったか。こっちの地球に来て怒られないといいけど、僕のせいで。はい、ということで今日はここら辺で終わっておきましょうか。なんか熊猫とも探偵団もまだ続くし、もうちょっとだけ続きそうですね。エピソードもなんか1話ずつだけど、まあ、ちょびちょび進んでる感じなので、あれが12の位置に行ったらまた一つ話が進んだりするんでしょうか、それとも終わっちゃったりするのかな。まあ、とりあえず YouTube の方、 YouTube じゃない、猫チューブの方もねもうちょっとありそうなので、もうちょっと続けたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。